楽しい。食べちゃい食べちゃい、イエーイ。で、お前も食べてやりそう。よし、さあ、もう食ったさと腹いっぱいさっていう感じですが、お前も食って、うん。あ、あらー、あらー、いいですね、ラブですねはい、どうも皆さんこんにちは、シャオリンゴと言います。今日もね、ドーナツカウンティー2聞きましょうか。すごい飛躍にできるいいゲームだなと思うので、実はね、収録結構ね、前も言ったんですけど、結構連続で日曜の今日夜なんですけど、昼とかやってて疲れてはいたんですが、このゲームだとね、ちょっとサクサクなんかドーナツのように気軽な気持ちできるので、ちょっと気楽に行きましょう。ちょっと言って思ったけど、ドーナツそんな気軽に食べれるもんじゃねえなと思ったでもなんか、そんなこと言ったらドーナツ食べたくなってきたな。これ終わったら買いに行くかな。僕はね、ポンデリングはそんな好きじゃない。まあ、やっぱ、王道行くフレンチクルーラーじゃないかなと思いますね。昔はエンゼルクリームだったんだけど、さすがに胸焼けするようになってきた。指問題を解決したんだから、俺に感謝してほしいなと。え、お前があなただけにした張本人だと。なんか話が、無実をね、証明するところからちょっと変わってますが、BK 君ですね。なんかやっぱ前も言ったけど、BK 君だけじゃ、やたら、普通の動物感あるの面白いですよね。みんな他は結構デフォメしてる。はい。ペッパー。これはソルト君でいいのかな？すっげえね、僕、英語の発音自信ないんで、とても怖い。割とね、こういった英語の名前表記出てくるとね、実は僕もう、あれですね、何百回ぐらいやってるんだけど、ビクビクしながら読んでるんだよね。あえて読まない時もあるんですけど、大体このドーナツカウンティアプリでドーナツを注文したんだ。やっぱアプリの次第ですね。なるほどな。そしたら穴がやってきて、怖いね。でもさ、なんか最近さ、怖い話とかさ、いわゆる怪談とかもさ、なんかスマホとか出てくる時代になったじゃないですか。あれ時代の流れだよなと思う。なんかさ、若干貞子とかさ、これまあよくホラーゲームとかやるときも言いますけど、さすがにもうビデオってなくなったじゃん。成立させるの大変だよね。まああの時この手はあると思いますけど、さすがにさ、液晶モニターから出てこられてもさ、え、お前そっから来るよみたいな、薄型だよみたいなことさ、いろいろ思うじゃないですか。大変ですよね、ホラー作る人に。あと映像とかそういうものがさ、まあ、気軽に初心者でも僕みたいなさ、映像技術とか、ど素人でもさ、割と普通にいい編集ソフトとか出ちゃってるからさ、なんかそういうのを考えると、あれですよね。誰でもそういった映像とか、エフェクトで作れちゃうから、信憑性もねえしな、うん。僕はでもね、幽霊は怖いとかじゃなくて、なんだろう、ずるいから嫌いです。なんか一方的にさ、こっちのなんか物理攻撃とか基本効かない設定じゃないですか。やっぱずるいよね、あれはね。そう。まあ、というのはまあ、これね、幽霊はずるいから嫌いだっていうのは僕の最初の発想じゃなくて、昔なんかね、なんか深夜ラジオかなんかでやってて、僕は幽霊が嫌いです。ずるいからって言っててね。なんかその意見がね、それしか書いてない、なんか普通のお便りだったんですけど、なんかとてもツボにはまって、それから僕もね、幽霊ってやっぱね、なんで嫌いかって考える。嫌いかっていうかまあ、なぜね、嫌だなって思うかというと、ずるいからだなって思うようになって、それはでも、いい意見だなと思って、結構座右の銘というか、参考にしてますね。さて、軽いものは浮くけど、ダメだな、こうやって乗ってしまうものも難しくなりました。で、これを、あれか、飲んでもらうのか。はい、一気一気。うん、すごいすごい。なんか不思議ですね。これって底がそんなになってんのかって一瞬思うけど、そういうわけじゃないのか。有能。まあ、これでとりあえず穴でかくしましょう。許容量を大きくすることは大切だと思うから。浮いちゃうんだもんね。水の概念って面白いな。まあ、なんか考えるとちょっとリアリティ的にはどうなったのかわかんないけど。なんか魚がいた。まだいたんだ。いろいろ落としていこう。飲んでもらって。イエーイ。すごいですね。まな板じゃないけど、
まな板の上の鯉みたいな感じっていう気持ちって、こういう沖に上がった魚見て思うことなのかなと思うんですが。私も落ちようみたいな感じで。あら、短いね。ああ、いや、こういう本当にただ、本当に何も考えなくていいゲームって、ありがたいな。トレーダー、インドカップ。ポテト屋さんだったのかな？はい。ああ、水の緑。うん。ドーナツにポテトか。いいな。はい。ごみげんよう。さあ、どんどん話は進みます。テンポいいね、このゲームね。気持ちいいわ。それって鳥に恋してるってこと？うん。うんってなんだ。それってこう、大事なのは鳥じゃなくて、いや、鳥も大事で。話を挟むなって話ですね。あんたは絶望的。お、なんだ。絶望的。うん。コヨーテくんだね。コヨーテって書いてある。今は我々みんな絶望的だと。砂漠へ引っ越したのかと思った。一応はな、BK は悪運がついて連中を狙ってるようだ。うん、狙ってるっていうか。うん。ドーナツショップの初代オーナーはあんただよね、と。ああ、でも潰れたかね。へえ。アライグマたちが越してきた時の、まあ、競争に負けちゃったんですかね。あ、店を売りさばいたんだ。なるほどね。ちょっと考えたんだね。うん。悲しい演歌みたいなもんだ。野菜を売って。前への恩返しみたいなもんかなと。なるほど。ちょっとこういう語りがあって、ね、穴を開けるためには A ボタンを押してください。ガンガン落としていきます。やっぱ最初はこんなにちっちゃいのにね、でかくなりますよね。コヨーテくん、普通に本当にコヨーテくんだな。まあ、僕も日常でそのコヨーテ見るような人生を送ってないですけど、それでもさ、普通に生き物って感じするよね。まあさっき僕がそれは動物の森をやってたせいもあると思うんですけど、リアル動物感あるかな。こっちから行くのか。これ落ちる。いや、バランス崩すにはまだ早いな。さあ、コーンをよこすんだ。よし、コーン泥棒ですね。おお、燃えるぜ。ポジショニングが難しい。コーンよ、多分俺にパワーを。人気が出るコーン。おーい、飛ぶのは楽しいけどって感じ。ちょっと位置変えてきゃいけるかな。あ、落ちた。落ちるんだ。へえ。お、いいぞ。あ、なんだ。お、ポップコーンだ。すごい。すごいぞこれ。なるほどな。うわ、俺、僕めっちゃポップコーン好きなんですよ。うわ、嬉しいよ、これ。すごい嬉しい。いやー、和むな、いいやー。いやー、ちょっと今日このゲームやれてよかったわ。なんか、これパート1からの続きになっちゃうんですけど、今日ね、ちょっと8時間ぐらいね、ワンセプロメーデンの収録をしてまして、なんかね、まあ、それもね、やっぱ僕的にいい動画を作りたいからね、多少やっぱ、そのね、まあ、それなりにいい動画って言っちゃうとあれだけど、自分が出したいものっていうものがある以上はね、ちょっと努力はしたいんだけど、さすがにちょっとね、めちゃくちゃ辛くなってたんですよね。でもこれはちょっといいわ。明日からまた頑張れる。ちょっと今日このゲーム収録しないでおこうかなと思ったんだけど、収録してよかったな。なんかね、こう本当に何も考えなくていい、前に突き進んでいけるゲームってね、やっぱ癒しじゃないんだけど、とても気が楽になるからいいわ。助かった。いやー、本当になんか、もう日々ね、僕は、なんだろう。毎日投稿とかやって生活とかはね、多少やっぱり、その、おかしくはなってるんですけど、でもやっぱりね、作品になんか触れるってことって元気になることだから、僕多分ね、毎日投稿やってなかった頃よりね、割と元気になってるんだよね。だからまあ、まあそれはやっぱ見ていただいてコメントとかね、あの、視聴とかしていただいてる皆さんのおかげでも本当にあるんですけど、本当にゲームと皆さんには感謝しかないですわ。実況しなかったらな、多分家にいる時僕喋んないからな。それはね、やっぱちょっとまずいなと思うと、まあ、まあ、実際喋ってはいないんだけど、やっぱ声出した方がいいわ。こういうの、声出さないのに土日とか経て会社行くとちょっとね、
第一声があれになった、なかなか出なかったりするから。はい、野菜の話も終わり、コヨーテ君も落としたって話をして、ため息。確かにいい匂いはしないな。こんな甘いものが好きな部分が寂しくなってドーナツを注文したのかもなと。この哀れな食材主義のコヨーテにドーナツを配達して何が悪いってんだ。彼の授業を潰したのよ、2回。ミラ。ドーナツを配達するっていうのをやめて、ドーナツが一体何だと思ってる、誰に分かる。なかなか不思議な会話ですね。みんなちょっと白心ですけど。この人は何だ、はい、ワニかな、ワニだよね、ワニかな、わかんない。ちょっと造形がなんか見れば見るとわけわかんない、わけわかんないですよ。ジェムドーナツかチールとかフリッターとかドーナツボール、ドーナツボールいいよな。ドーナツボールって穴はないのか、ドーナツボールか、穴はない、それしかくり抜いた、なんかなかった、ただ様子以外ないでよ。ここら辺の人は最近引っ越してきた、引退して引っ越してきた。ウサギを見て暮らすのにね、ウサギがいない、ちょっと待って。なんか普通のニワトリが喋ってる気がするんですけど大丈夫ですか。あとなんだあの二人酔い、なんかいうのなんだろう、あれは結婚して40年、へえ。あんたちもドーナツを注文したのと、新しい電話を買ったのでね、お祝いとしてドーナツを注文したの、はい。お、今日は落とし買いがありそうですね。うわ、ウサギたくさんいる。あれ、ウサギだよね。なんか、今手前にさ、水浴びしてるウサギだよね。かわいかった。さあ、行きますか。僕ね、ウサギがゲームに出てくるたびに最近ね、ずっとご中佐さん機の話してる気がするんだけど、楽しみだわ。まあ、やっぱり確か開発会社変わったんだっけな。開発会社じゃねえよ。制作会社だもん。そんな。あ、まあ、開発でもいいか。そうなるよ、でもゲーム会社の言い方。まあちょっとね、会社確か変わってたはずなんで、うろ覚えですけど。そうなるとアニメのね、まあなんか木が変わった、クール変わったやつって、いろいろと雰囲気変わっちゃったりするような時もあるんで、なんかいろいろ思うこともありますが。さ、人参だぞ、おいで。おいで。あ、かわいい。食べてくれるんだ。へぇ。おいでおいで。これさ、穴なんだからそこら辺通り抜けろよとか思うんですけど、なんか難しいです。これ置い立てるのかな？こうやって、あ、いいね。へぇ、誘導するんだ。楽しい。食べちゃえ、食べちゃえ。イェーイ。で、お前も食べてやりそう。腹いっぱいさっていう感じですが、お前も食って、あらあらいいですね、ラブですね。これ大丈夫かな、これでセロ上がったりしない、いやどうだろうね、まあ、あそこら辺も結構ガバガバだったりするんで、おおすげえ、愛に満ちてる、いいなぁ。まあ、一人で落ちるのはね、寂しいけど。そうだよな。二人で落ちたら、まあ、やることなんてそんなにないですからね。へぇー。お！え？四人で？人っていうの？お！めっちゃ激しい。なんかいろいろ考えちゃうんだけど。このゲーム、こんなゲームだったの？すごいな。やばいな、これはちょっと今、僕が今、日夜努力して、解説をね、心を準備中の、ちょっとエッチなサブチャンネルでやるゲームなのかな。さあ、みんなおいで。ここまで来るとさ、もうパーティーですよね。君、ちょっと落ちてくる。お！あらー。あら。あれ？増えたってこと？わーい。ウサギがたくさん。いいですね。キャロットパワーで回復。
楽しい。いいね。大体落ちてくれるからいいね。あんまテクニックとかマジでいらないところいいわ。これ、ウサギ個別に解説アップします。さすがにそれはない。新しいデバリー、デリバリー。人参。あ、すげえ、ウサギ。おー、いいね。ガジガジ物をかじる。何でも破壊したがる。可愛いが騙されない。赤ちゃんウサギだ。あーってことはやっぱり。あらー。すごいな。いや、僕も混ぜてほしいですね。いや、お前混ざったとしゃあないんだよって。あれ、まあ、これだけで終わり。まあ、さすがにウサギ全部に個別に解説だったら、ちょっとどうかしてるわ。よし、オッケー。で、じゃあ、どうしようかな。まあ、今日あと1ステージくらい行っても多分大丈夫でしょうか。うん。参ります。テンポいいのいいな、このゲーム。大体ここに戻ってくるのもちょっと面白いよね。うん、風真実だ。事前に臭い話で嫌だねと。臭いのはあんたでしょう。ほら、臭くなんかないぞ。ゴミ好きでしょう。そうじゃなければゴミをそんなに作ったりしないだろう。はい、フラウンドトレーラーはそんな風に言うなよ。そうだ、うん。ペッパーの悪口は許さない。そうだ、トライアンに何があったの、ペッパー。言い争った後、静かな場所に来たくて、なんだろう。公園かな？トリーパークって書いてあるよね。最初のやつはちょっと、なんでしょうかね。ラップトップ持って行って、鳥のビデオを撮るために。じゃあ今日、ここら辺最後ぐらいにしますか。ジョシュアツリー。ああ、なるほどね。これあれかな？まあなんか、海外というか、アメリカとかにある自然公園というか、そういうのをすっごい、なんか尊重したというか、あ、それって俺のポップコーンじゃねえか。いや、別に僕のじゃないんですけど。まあ、ポップコーンのターンはもう終わったんですけど、ちょっと話しておくと、キティちゃんのポップコーンを作るやつあるじゃないですか。いや、もうみんな全国知ってるのか知らないけど、あれうるせえよな。あれさ、まあ、最近、さすがにちょっとその、なんでしょうか。あれ意外と落ちない。なんかあれがあるような、なんか、ホームセンターというか、ホームセンターじゃないな、なんかデパートみたいなさ、ちょっとその、ゲームセンターとか、すごい簡易的なゲームセンターもなかなか行かないんですけど、毎回喋ってたよなと思いながら。燃えるね。お、着火した。あ、本燃えた。燃やせ。楽しいね。うん。まあ、現実でやっちゃいけないけど、まあ、物燃やすっていうのはさ、まあ、ある程度、まあ、現実でやっちゃいけないけど、現実だと本当に僕も怖くてやんないんですけど、ゲームの中でやっぱこうやって、いろいろやりたい放題やるのっていいよな。お、ファイヤーできるんだね。あ、てかこのゲームいいな。ほとんど A ボタンとかも押してないもん、僕。A 押すとなんかできたりすると多少あるみたいな。落ちた。これ落ちないな。地中深くなんかやってるからか。で、炎が出すとこうやってパワーアップするんで。これ強いですね。なんだこれ、焼き鳥にしちゃうのか。これは。え、これ何落とすんだ。これか。あ、これか。全部落ちてくれよ。お、ちょっとタイミング難しいけど、距離あるからな、めんどくさいな。全部燃えたら全部落ちて、はい、OK。車も全部いただこうか。ああ、いいですね。満腹だ。これは地中深く根付いてるからかな。なかなか食べれないんですね。おお、行っちゃうね。この辺も行ってしまいましょう。はい、綺麗。お疲れ様でした。いいですね。素晴らしいデリバリー。ランクは、ランク9から始まってるのは割と謎ですけど、いいですね。これは？ジョシュアツリー。古くてひどい、見にくい。
ボブキャットがにらみつけてくることが多い。ラップトップ、片手鍋。お、僕も片手鍋ありますよ、うち。石炭。熱い。あ、石炭か。やっぱ石炭なんだ。へぇ。トラック。はい、オッケー。じゃあ、こんなところで今日も終わりにしましょうか。まあ、すごく気楽にできるので、なんかの隙間にでやるかもしれませんが、これも結構エンディングというか、終わりも早そうでいいですね。うん。なんかスコア表示とかも特にないような作品っていうのも、とても心が落ち着いて、やっぱりね、うん、癒されていいなと思います。じゃあ、そんな感じで、またね、よかったら他の動画を見てください。さあ、今日はこれでおしまいです。さよなら。